って、ゆきちゃんさ。ん？なんでそんなの覚えてんの？断片的にだけど、結構覚えてるよ。お弁当のおかずが違ってて泣いちゃったの。うわぁ！あ、そやれやれやれ！うわ、ごめん、ゆきちゃん。ひどいよ、かなちゃん。だから、ごめん。てか、お願いだからもう言わないで。じゃあね、じゃあね。あれ買ってよ、あれ。あれって、何？この間のなんとかクッション？それそれ！クリスマスに買ってくれたら忘れるかも。かも？てか、洗えばいいじゃないの、あれまた。丸洗いできないし、ちょっと拭いても結構匂い残るからや。そうなん？なんで知ってんの、そんなの。え？まさか前にもやったことあるんじゃ。だって、テレビで。ゆうきちゃん。ごめんなさい。3個目です。え？ああ、だから先月お小遣い貸してったのね。なるほどね。そりゃお金なくなるよね。じゃあ、かなちゃんの父。ごめんね、ゆきちゃんよりちっちゃくて。お腹のお肉ならあげるけど。それいらない。まったく、せっかくのクリスマスなんだから、もっと二人の記念になるようなものの方がいいのにさ。そんなのにゆきちゃんはここ何年か父とかなんかしょうもないことばっか言って。ん？私はね、かなちゃんがくれるものだったら何でもいいのに。別にお揃いじゃなくてもダダこねたりしないよ。もう、ゆきちゃん何食べてるのかな。かなちゃんのお腹のお肉の素。お風呂上がりのデザートに買っておいたのに。ここ最近売ってないんだから。まるまるばっ。例えばさ、かなちゃんが今すごく欲しいものとかって何？欲しいもの？あれ、こないだコンビニのイベントでやってたボトルキャップのフィギュア収納ボックス付き21個セット。何それ？いや、だから欲しいもの？いい加減おもちゃは卒業しないよ、かなちゃん。いやいや、何言ってんの、ゆきちゃん。こう、造形と立体はデッサンとかの勉強のためで、別にあれ見て癒されるとかそんなのないんだから。って、何してんの、さくちゃん。あ、かなで先輩、気がつきませんでした。いや、嘘っしょ、それつか、そのアングルはダメだ、さすがに。さくちゃん、服汚れるよ。突っ込むとこ違うよ、ゆきちゃん。大丈夫です、いつものことですから。上司？そっか、ちょっと、じゃあ、平気だね。え？何が？それでですね。ああ、高そうな髪。クリスマスパーティー？はい、ゆきの先輩もご一緒にどうぞ。 24?25? 本当はイブが良かったんですけど、家の都合で25日です。来てくれたら、さっきのデータ消します。お主もなかなか悪いよな、神山や。いえいえ、それほどでも。あ、かなちゃん、25は家に帰る日。あ、そっか。ごめん、さくちゃん。4が終業式だから、25に帰省する予定なの。だから、パーティーはちょっと無理かな。そうですか。残念ですけど、さすがにそれじゃあ、北海道ですもんね。つか、なんで知ってんのよ、そんなこと。ゆきの先輩からいろいろと。なめらかカスタードプリン、美味しかったよ、さっきから。ああ、うん、そんなことだとは思ってたけど、毎度毎度懲りないな、もう。そういうことなんで、さくちゃん、さっきのデータは。って、逃げるの早っ。しかも私の飲みかけのいちごミルクもないし。かなちゃん、まだほっぺ痛い？いい加減わかんなさいよね。だって、1日限定50個のあれだよ。いや、それだったらさ、同じ限定なんだから、私のだって。あー、かなちゃんかなちゃん、ここここ、新しい量。すぐそうやって話そらすんだから、もう。でもさ、新しくなるのはいいんだけど、どうせならもっと学校の近くにしてくれればいいのに。通学時間、今と変わんないよね、ここだとさ。今度はお部屋にお風呂とかついてるから、いろいろ楽になるよ。あと2年早く作ってくれれば。今のとこ狭いし不便すぎるって、絶対。
ブレーカー落ちるから部屋でドライヤーとかも禁止だしね。あ、でもまた二段ベッドとかだといいかな。片っぽの方に荷物置けるからちょっとだけ広く使えるもんね。うん、そうだね。でもゆきちゃんさ、やっぱ寝るときは靴下履かない？それか湯たんぽ買ってあげようか、クリスマス。そんなのやーやー、もうかなちゃんの足じゃないと寝ないんだから、責任取らないとダメったらダメ。足、かなちゃんの足、絶対足。あのさ、何？さくちゃんの名字ってさ、神山さんだね。さくちゃんのお父さんって確かどっかのゼネコンの社長さんって言ってたよ。ああ。かなで先輩やじ。とっても甘いです、かなで先輩。いちごミルクの味がします。当たり前だけど。でもでも、もう少しで完成なのだ。先輩と私の新居。最上階は完全なプライベートフロアだし、防音も完璧。先輩、お背中を流しします。いえいえ、遠慮せずに。先輩の肌、とってもスベスベです。なんて。とりあえず、部屋割り申請早めに出しとかなきゃ。それはいいんだけど、かなちゃん。何よ。まだ？うるさいな、もう。こっちは普通科と違って課題も多いんだから、もう少し待ってて。遊んでくれないならいいもん。今日のブログブログっと。ああ、ゆきちゃん。ん？また変なこと書いたら、わかってるよね。え？何が？何のことかな？ねえ、かなちゃん。ん？あのね。うん。何でもいいよ、ゆきちゃんからなら。ん？ゆきちゃんは？私も同じ。それじゃ、今日は別行動ってことで。うん。あ、それと25でチケット予約取ったから代理店にお金持ってってね。振り込みの方が良かったんじゃ。今日？明日日曜だから月曜だとダメなんだって。ああ、了解。じゃあそういうことで。うん。よくできてるけど塗りがちょっとな。変にプレミアムついて。あ、ちゃうちゃう、今日はゆきちゃんのプレゼント。でも自分にもあってもいいかな、なんて。うわ、バレてる。さすがゆきちゃん。ん？あれ？なんで？まさか4個目とかはないよね。あれ？おかしいな。今日は 10% オフだからとか思ってないよ。本当だよ、本当なんだからね。自分にプレゼントとかもないからね。はいはい、2人して何してんだかね。まったくしょうがないダメ姉妹だからさ、ゆきちゃん。一緒に買いに行こっか、プレゼント。2人で探そう。
これこれ、見て見て、このピアス。ん？うわー、初めて見た。パールとアレキサンドリアが一緒になってるやつ。ああ、私たちの誕生石。そうそう。ねえユキちゃん、これにしよう、クリスマスプレゼント。これって高いよ、すごく。だから2人でお金足して一つずつってことで。そんなに手持ちないけど。かなちゃんは？こんだけ。足りないね。足りないね。しょうがないよ、綺麗だけど諦めよう。かなちゃん、かなちゃん、それ帰りのチケットの お金。すみません、しっかりして。かなちゃん、これください。ゆきちゃん、そのごめん、怒ってる？呆れてる。なんかかなちゃんっぽくなかったね。すみません。それでどうしちゃったの？なんかね、最近よく考えてたことがあって。でね、それがさっきのぬいぐるみ見てたらさ、昔のことを思い出しちゃって。ほら、子供の時って私とゆきちゃんお揃いのものばっかりだったじゃない。で、いつ頃からかあまりそうじゃなくなってて、気持ち的にゆきちゃんとつながってるのは分かってるんだけど、なんかこうね、物的なつながりっていうか、うまく言えないんだけど、それでこう誕生石がっていうのもあって、そのなんかカーッとなっちゃって。かなちゃんごめんね。え？私はね、持ち物とかもそうなんだけど、二人とも違うのがいいって思ってたの。双子だから一緒って見られるのがすごく嫌だったから。そうじゃなくて、好きな人と一緒って考えればよかったのにね。ごめんね。ゆきちゃん。あ、でもチケットのお金使っちゃったことはダメ。ああ、ごめんなさい。どうしようかな。なんで今日開けるのよ。じゃあね、かなちゃん。何？新しいの、かなちゃんがつけて。そしたら許してあげる。息くすぐったよ。動かないでよ、もう。暗いんだからしょうがないでしょ。はい、できたよ。どうかな。似合うよ、とっても。じゃあそっちは私がつけてあげる。いや、ちょ、はぁ、ぐ、耳食べた。なに、なんで？消毒？いや、ないって。それはちょ、ま、うわぁ、フィル。で、ブログになんて書いたの、ゆきちゃん。はぁ、へこむ。きついな、しーちゃん。で、ゆきちゃんさ、マジでどうしよう。どうしようって、お父さんかお母さんに言ってお金振り込んでもらうしか。だよね、やっぱ父ちゃんの鉄拳やだな。あ、それか、かなちゃんの何かをさくちゃんに買い取って。ないって。いや、ありそうだから余計にないわ、それ。かなで先輩、ブログ見ました。超お困りの先輩に私からクリスマスプレゼントです。ん？航空チケット、っていうか、なんで3枚？